今回は令和3年4月1日施行の大分県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について解説していきます。条例では自転車の利用実態に応じて安全性が確保できるように、自転車の種類、時間帯、利用方法などに応じ反射材と交通事故の被害を軽減する器具を使用するとされています。それではこの文章について具体的に見ていきましょう。こちらに被害軽減器具を集めてみました。この中で一番安全と言われているものがヘルメットです。かぶってみるとやっぱり安心感があります。そんなヘルメットの中でもこのようにリボンがついたハット型の普段使いしやすいタイプのものもあります。その他にも頭部保護帽子といって、このように頭を保護するための素材が帽子に内蔵されているものもあります。ここまで揃えるのはちょっとという人は、普通の帽子や手袋でもある程度の怪我を防ぐことができます。条例ではこのようなヘルメットや帽子などを利用場面に応じて使用してくださいという内容になっています。ではどのような場面でどんなものを使えばよいのでしょうか。例えばロードバイクなどスピードが出やすいスポーツタイプの自転車に乗るときは、ヘルメットやプロテクターを使用しましょう。そしてスピードがあまり出ないシティサイクルなどで出かける際は、帽子や手袋などを着用しましょう。この時もヘルメットの着用で安全性を高めることができます。また条例では夜間や早朝に自転車を利用するときは反射材を着用するよう規定しています。反射材にはタスキやリストバンド、自転車のバルブにつけるものなどがあります。自転車の前後には一般的に前照灯と反射機材が取り付けられていますが、さらに反射材を使用することでドライバーから見て前後だけでなく側面からも自転車の存在を確認することができるので、道路横断中の事故防止につながります。またこうした被害軽減器具や反射材を使うことで交通安全に対する意識自体も高まります。自転車で通学する中高生についてヘルメットを着用しましょうと規定されています。また県立学校では令和3年度からヘルメットの着用が校則などで義務付けられることが決定されました。自転車通学をしている県内の高校生に話を聞きました。狭い道でこう車とかと近いので接触しそうになった時です。ヘルメットがあることでこけても頭を打たないという安心感があります。カゴに入れていた紐が前輪に引っかかって、で前からこけたんですけど、ヘルメットかぶっていたので守れました。安心して登校できると思いました。通学中に危険な思いをしたくなくて購入しました。危険だなって思うときにヘルメットがあると安心して通学することができるのでいいなと思います。自転車利用時の交通事故で亡くなる方のおよそ6割は頭部外傷によるものです。安全のためヘルメットを着用するのはもちろんですが、正しく着用することが大切です。1. 正しい角度で装着。ヘルメットの先端が眉毛のすぐ上に来るように角度を合わせ、左右均等にかぶります。額が見えるほどヘルメットの先端が上を向いていたり、ヘルメットが傾いたりしていてはいけません。 2. 顎下の適度な遊び。顎と顎ひもの間に人差し指1本入れられるか確認します。入らない場合や緩すぎる場合は適切に顎ひもの長さを調整しましょう。3. 耳元の V 字部分のねじれチェック。あごひもの V 字部分が耳元にすっきり収まるようアジャストロックの長さを調整しましょう。この時 V 字部分がねじれないようにしましょう。ヘルメットの着用で事故の重症化リスクは9割減少するという実験結果もあります。自分の命を守るためにヘルメットを正しく着用しましょう。大分県では交通安全教育講師派遣事業を行っています。専門の講師を無料で派遣しますので、会社や学校、地域で自転車条例のことや交通安全について改めて知りたいという方はぜひお問い合わせください。